続いてはお待ちかねのくまモン、熊本の PR、 そしてですね熊本県営業部長兼幸せ部長のくまモンによるステージお楽しみいただきます。そして今日はですねくまモンと一緒に、冬トマトの生産日本一八代からやってきてくれましたトマピンも登場してくれます。トマピンはですねニコピンパワーを持つ男の子です。それではどうぞ皆さんステージにお願いします。さあどうぞ拍手でお迎えください。皆さんの登場です。はい、ありがとうございます。いらっしゃいいらっしゃい、ようこそすごいな、すごいパワーだな。どうもどうもどうも、短いお値段伸ばしてますよ、やっぱ半多いですね。ありがたいですね、本当に。はい、トマピンもね、トマピンです。トマピンどうぞ。いただいたの？あら、ありがとうございます。差し入れですか。大事に持っておこうか。お手紙かないいな、喜んでますね。すごい、危ない危ない、トマピン後ろおらすけん、おらすけん、トマピンもちょっとタジタジな感じですけれどもね。では改めてくまモン、そしてトマピンです。はい、ではねくまモン最初にご挨拶だけさせてもらいましょうかね。はい、はい、では皆さんこんにちは。ありがとうございます。熊本サプライズ熊本大隊長の熊本です。はい、そして今日はねトマピンも一緒に来てくれてます。よろしくお願いします。すごいですね、あの熊本ファンの皆さんはですね最前列で本当にもうね、あの開店と同時ぐらいからこの場所大人ですけどいいですかなんて言いながら、ありがとうございます。もうね大人の女性ももうハートわしづかみですよさあ、たっぷりとですねくまモン、そしてトマピンと一緒に熊本県は八代、そして山鹿の魅力も紹介していこうと思います。ではですねいろんな魅力を紹介してくださる方ご紹介します。八代市の那須さん、そしてトマ友田さん、そしてトマピンよろしくお願いします。そして山鹿市から月安さんよろしくお願いします。そしてですね、この熊本のいろんなですね旅行の情報などをこのブースも出して教えてくれます日本旅行アカデミー線九州事業部の阿部さんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうありがとう、なんか心強いよくまモンがそうしてくれるとではですねくまモン進めていこうと思いますけれども、この熊本県の PR タイムということで、会場の皆さんに熊本の魅力伝えていこうと思います。まずはですね八代市からお願いしたいと思います。ではでは那須さんにちょっと前に来ていただいて、マイクをお渡ししてですねまずはくまモンとハグからですね、それでは那須さん、すごいですね、嬉しいですね、後ろにこの応援隊がいるっていうのはね、でも近いですよね、距離ね、かなり近いですけど、そうですね、後ろから油断せずにいてくださいね、今日はね、受けて立つ、受けて立ちましょう。さあさあ、那須さん、あのちょっと後ろ見ていただいていいですか、ぐるっと背中、こちら、2019女子ハンドボール世界選手権のハグじゃないよ、ハグなんじゃないんだよ、違うんだよ、ちょっと間違えてる。こちらね、女子ハンドボール世界選手権大会の発表なんですけれども、熊本、こちら山鹿八代、今年は11月から暑くなりそうですね。そうですね、やっともういよいよ11月の30日から12月の15日まで約16日間にわたってですね、2019女子ハンドボール世界選手権大会が、熊本で開催されます。2年に一度開催される、ハンドボールの世界最高峰の戦いになりまして、日本で開催されますのは1997年にですね男子の世界選手権大会があって以来22年ぶりの開催となります。22年ぶりですか、すごい、なんやたらと拍しますねすごいことですよね、これね、22年ぶりなんですけれども、女子の開催は史上初、日本で開催、女子は史上初、日本での開催は、しかもこの熊本の八代、そして山鹿で、山鹿、はい、で
して、さらにですね、今回の世界選手権は、はい、予選ラウンドからですね、決勝戦まで全部で96試合あるんですけれども、もうその全てを熊本県の5会場で、開催するという形になっております。うわ、すごいですね。5会場5会場ですね。まあ、ハンドボールってですね、皆さんご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、チーム7人で、試合をします。7人で7人で試合するんですけれども、女子の日本代表チームはですね、はい、まあ、7人という人数にちなんで織姫ジャパンと呼ばれております。は、織姫ジャパン、7という数にちなんで、いやー、素敵ですね。ぜひですね、福岡からもですね、新幹線で、50分ちょっとでですね、熊本まで行きますので、はい、まあ、ぜひこの機会にですね、ご観戦いただいてですね、織姫ジャパンに熱いエールを送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そして、八代市大会の会場となっているということですが、今度友田さんに伺いましょう。いや、来ていただいたからには八代をたっぷり楽しんでいただきたいです。ぜひですね、八代の観光スポット魅力など教えてください。はい、皆さんこんにちは。熊本県八代市から来ました。皆さん、八代に来られたことある方っていらっしゃいますか？八代に行ったことあるよという方、ありがとうございます。八代ですね、冬トマトの生産が日本一っていうところで、トマトの妖精のゆるキャラです。はい、連れてきました。八代ですね、熊本狙ってますよ。食べたい食べたい。熊本もね、今度八代にクルーズ船のターミナルができるんですけど、そこに熊本の大きいモニュメントといいますか、カニちゃんがいっぱいできます。港にできますので、はい、その港が完成したらまた八代にお越しいただきたいと思います。はい、はい、八代ですね、本当海から山まですごい広いんですよ、ね。うん、で、今日その熊川っていう川が流れてるんですけど、はい、そこから坂本町の物産展の方が来てます、うん、道の駅坂本さんが、うん、そこで今期間限定で鮎が食べれる食堂が開店してるんですよ。鮎、はい、食堂、くまモンも行ったことある、あるな。そうで、今日鮎の甘露煮とかも持ってきてますので、はい、ぜひ後で物産展の方寄っていただけたらと思います。はい、はい、道の駅坂本と書かれた上りがありますね。鮎の甘露煮、はい、あとですね、はい、東洋町からも物産展を来てます。東洋町、生姜の生産がすごく有名でですね、うん、もう日本で2位の生産量を誇る町なんですよ。で、すごくやっぱ体にもいいし、うん、そこの物産展に行けばですね、生姜御殿、生姜尽くしの料理が食べれて、体もポカポカになって、温まりますね、温泉にも入れて、うんうん、っていうところなので、八代広いんですけど、うん、まあ、これから、10月に全国花火大会、はい、11月には八代妙見祭とお祭りが続きます。はい、熊本も毎年来てくれてる。そうなんだ、はい、楽しみね。じゃあこれから、うん、なので、まだ八代に来られたことないっていう方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひ八代もいいところなので、うん、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございました。生姜のですね、なんかそら豆に生姜をまぶしたようなお茶受けには最適みたいなお菓子もありまして、そうですね、美味しそう。後で食べようね。うん、今から行くの？今行くの？あ、サービスか。そっかそっか。ありがとうございます。まずはですね、八代市のお話でした。さあ、それではですね、この女子ハンドボール世界選手権大会は八代、そして山鹿でも開催されるということで、続いてはですね、山鹿市の PR していただきましょう。月安さん、月安さん。熊本に負けず前に出てきてください。月安さん、山鹿市の魅力を教えてください。皆さんこんにちは。山鹿市から来ております、月安と言います。今日はですね、山鹿市の魅力を発信するということで、こちらの方から2つの物産展で参加させていただいております。後ろの方を見ていただくと、上り端でですね、栗の生産量西日本一ということで、そっちの後ろ見たね、あっち皆さんに、こっちだこっちだ、はい、栗の生産量西日本一ということで、はい、栗の、シュークリームであったりマロンパイ、美味しい、スイーツ、そして花王物産館の方はですね、はい、こだわりとロマンということでですね、山鹿市がですね、さっき出てた熊本も好きだけど、コロー君の出身の山鹿市になりますので、
そういったところで花王物産展の方ではですね、今、栗も販売してますし、今旬の梨、そしてシャインマスカットと巨峰、そういったもののですね、生花の方を扱っております。はい、なかなかですね、こちらの方のお店の中で、見れないような生花のものもですね、持ってきていますので、ぜひ試食もあるからね、試食を食べてみて。試食もあるんですか？試食もありますので、あそこにあるよ、食べれる。月夜さんが持ってるんじゃなくて、スイカもあるから、スイカも小玉スイカっていうですね、美味しいものもありますので、ぜひですね、皆さんこの後にはですね、試食もしていただいて、味も確認して買っていただければ助かりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。もうお客さんにその試食をねだるのやめて。お客さん持ってないから、後に行きましょう、後で。このね、山鹿市、そして八代市の魅力を、教えていただきまして、そしてぜひですね、この、熊本、そして山鹿、八代に来ていただきたいということで、続いてはですね、どうしたのどうしたの、あとでいっぱい食べていいからさ、元気出してよ。そうそうそう、元気出していこう。よっしゃ行こう、よっしゃ行こう。福岡から熊本方面への旅行に、便利なですね、旅行商品のご紹介です。お願いします。ほら、熊本、かわいい女の人が出てきたよ。それではですね、お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは、日本旅行です。日本旅行の国内旅行ブランド赤い風船では、熊本へのお得な旅行商品をたくさんご用意しております。まずは先ほどご紹介がありました2019女子ハンドボール世界選手権大会の観戦チケットがついたとってもお得な応援資格プランをご紹介します。はい、11月29日から12月15日の大会期間中、八代市内や日帰り温泉に泊まって、八代市や山鹿市など熊本県内5カ所で開催される試合を選んで観戦することができる応援宿泊プランです。はい、さらにこちらの商品は八代市よりお一人様最大4000円の助成を受け設定された大変お得な商品となっておりますので、この機会にぜひ八代に泊まってハンドボール観戦を楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、そして次にご紹介させていただくのは、はい、現在開催中の熊本デスティネーションキャンペーンの商品である JR で行く熊本への旅です。こちらでは熊本の味覚をお得に楽しめる熊本自慢のグルメオプションやご当地おやつ特典などをご用意しております。はい、中でも特におすすめなのが、レストランバスで行く旬を食する旅です。レストランバスでは1階がキッチンになっており、観光地を眺望しながら2階席で食事を楽しむ日本初2階建て観光バスです。へー、赤い風船では9月15日日曜日出発限定の海コースの天草と9月22日日曜日出発限定山コースの阿蘇をご用意しております。お、観光地を巡りながら熊本の旬の食材をなんと9800円で楽しむことができます。うん、ぜひこの機会に私たちがおすすめする熊本県へご旅行されてみてはいかがでしょう。驚いてる、あまりの内容に驚いてます。熊本もびっくり、どこまで行くんだ。はい、そして後ほどお配りする袋にはゆめタウン博多1階にある日本旅行サービスの店舗で利用できる 5% 割引券も入っています。はい、本日から9月30日までの期間限定の受付となりますので、お早めに店頭までお越しください。皆様のご視聴心よりお待ちしております。ありがとうございました。今日はですね、皆さんのちょっと後ろにありますこの女子ハンドボール世界選手権大会 PR、 こちらのですねブースでは、熊本のオリジナルのバッジとかシールとかうちわとかティッシュがもらえるってすごいじゃないですか。すごいね。すごい、もう熊本さまざまですよ。ありがとうございます。すごいね、バッジとか可愛いですので、皆さんもよかったらぜひお立ち寄りください。そして教えていただきました、熊本のね、本当にこう楽しいところ、熊本って本当そこそこでね、場所によって美味しいものも多いし、景色も全然違うし、本当いいとこですね。ありがとうございます。そんなね、PR のパンフレットもあります、もっともっと熊本というキャンペーン開催されていますので、ぜひ皆さんいろんなパンフレットも手に取られてください。ということで阿部さん、ありがとうございました。ね、ずっとずっとびっくりした、熊本なんかじゃ、ついに熊本が喋る時が来たのかと思いましたけど、ね、
ずっと本当にね、いろんなこうね、皆さんと会話をしてくれているくまモン、それに比べ、トマピンはひたすらハンドボールの PR をただただ頑張るというね、素敵じゃないですか、トマピンもね。ぜひですね、この後も皆さんにこの熊本の魅力をお届けしたいと思いますが、さあそれではですね、熊本この後なんの密談ですか、大丈夫、なんかそれぞれ心を通わせているそんな光景を、目にしていただいているんでしょうか、どうなんでしょうか。さあこの後はですね、皆さんと一緒に熊本ステージで楽しんでいただこうと思います。さあそれではお待たせしました、どうぞ熊本ステージお楽しみください。はい、ありがとうございます。熊本マイクずっと持っとくの？いや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 、体操踊れないそんなんじゃ。かわいいで皆さん優しかね。いやいやいや、もうお返ししてから壊す壊す壊す。はい、ありがとうございます。よかよかよか、いらんいらんいらん大丈夫、いらないから。あなたのジェスチャーがあるでしょジェスチャーがあるでしょ、いらないいらない、うん、はい。ではですね、くまモンもですね、八代山形、そしてハンドボールをですね盛り上げていくために、ここでですね、くまモンお得意のダンスを皆さんにですねお披露目したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、最初にお届けするダンスはハッピークマモンというダンスになります。ご存知の方、知ってる人、あら多いですよ、クマモン後ろにも立ってる方にもねいらっしゃいますよ、よかったね。まあ半々ぐらいですかねまあまあ半々ぐらいですよ、よかったですね、半分もいらっしゃってね、うんうん。ではですね、知ってる方もいらっしゃると思いますが、このダンスはクマモンの名前をたくさん呼んでもらいたいと思います。はい、なんてるよっとなんてるよっと、うん、恥ずかしくなってきた。で、今日お友達もたくさん来てくれてるので、お友達にもね協力してもらえたら嬉しいなと思います。ではですね、1回練習したいと思います。私が大きな声でって言ったら皆さんでクーマーモン、小さな声でクーマーモン、元気な声でクーマーモンという形でね、お友達できるかな。はい、キョトーンとしてますね。真ん中のお兄ちゃん上手そうね、うん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 、しっかり理解してくれてると思いますよはい、ではね、一回練習してから本番に行きたいと思います。皆さんよかですか、よかですかね。はい、では行きますよ。大きな声で今は、はい、小さな声で、ほい、元気な声で、あら上手か、 OK、 くまモンから OK もらえましたよ。皆さん上手かですね。どうした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 、くまモンどうした、なんか言いたいことがあるみたいね。もしかしてさ、立ってる皆さんの、うんうん、はい、左の方ですね、左の立ってる皆さんですね、のどうした、声が聞こえかったですよってくまモン怒ってますよ皆さん。あらららら、よう見てるからねってねえ、はい、ちょっとちょっとってねえ、ぜひね、本番は頑張ってもらいたいと思います。くまモンよう聞いてますからね、皆さんの声ね、ドギャーンって聞いてますからね、気をつけてくださいね。はい、ではですね、今日くまモン、トマピンも一緒にいますけど、トマピン一緒にできそうですか？おう、オッケーできるそうですよ、くまモンねえ、じゃあね、一緒によろしくお願いします。では皆さん、準備 OK ですか？うん、ちょっとね、頼りないですね。もう一回聞きましょうか。どうしたどうした、もう一回聞いてみる。あ、後ろの方ね、やっぱり後ろの方ですかもう一回いきますよ。はい、皆さん、よかですか？ありがとうございます。では、くまモン準備 OK ですか？ OK、 では参りたいと思います。ハッピークマモンミュージックスタート。タンタンタン、タンタンタン、
行いたいと思います。ぜひこの後も残ってくださいね。はい、皆さん、はい、何人おるかなって数えとらすけんですね。皆さんぜひもらってって、はいよ。以上、熊本サプライズ熊本大隊長の熊本でした。ありがとうございます。ではですね、熊本は右側からね、はい、ありがとうございます。はい、左の方にもありがとうございます。はい、じゃあ熊本右側で、トマピンね左側で、はい、パンフレット。